きチャンネル。こんにちは。こんにちは。今日いいですね。今日忘れないでしょ。今日いいですね。はい、あの前回、はい、あの予告した今日は三軍制についてあります。三軍制、はいね、僕もいろいろ言ってますけど、はい、チームを強くするためにどうしたらいいんやってやっぱ思うじゃないですか、はいはい、ありますヒントは三軍制に、はい、もう三軍制を引かないと、うん、もう強くならないです。あ、そうなんですか、はい、もうやっぱ数の原理には勝てないですね。へー、だから今のソフトバンクでいうと三軍制引いて、はい、育成も今年ドラフトで取りましたし、はい、でもめちゃくちゃいるんですよね、うん、人数多分100人規模ぐらいでいると思うんですよ、はい、普通の球団は支配下登録70人までしか無理なんで、はい、70人以下しか選手を抱えきれないんですよね、はい、でそれプラスアルファが、まあ、育成選手なんですけど、うん、これもう70人の中で28人のレギュラーを決めるより、はい、100人の中で28人の一軍ベンチ入り枠を決めた方が確率いいですよね。そうですね。だからもう数やらないと多分もうソフトバンクに太刀打ちできないです、うん、今3軍制があるチームってどこですか。ソフトバンク、巨人、うん、でそしてあの広島が、はい、あのリハビリ組っていう3軍があるんですけど、はい、その3軍としては多分試合とか回ってないと思うんですよ。あ、だから基本的に稼働してるのはソフトバンクと巨人なんですよね。育成をいっぱい最低でも30人ぐらい抱えて、はい、で三軍制を作ってやっていかないと、うん、多分強くないもう無理ですね。ソフトバンクに立ち向かうにはやっぱそれぐらいしないと、うん、これ今年のねクライマックス日本シリーズ見ても、はい、あのソフトバンクの層の厚さ見たと思うんですよ、うん、内川に変えて代打っていう、はい、でまた出てきたら長谷川みたいな、そうですね、あのポストシーズン初登板スアレスみたいな、はい、石川投手も怪我で復帰してクライマックスの日本シリーズしか投げてないで投げてくるみたいなとかも、はい、層の厚さがえげつないじゃないですか。だってマッチだって最初スタメンとかじゃなかったですからね。そうなんですよ。代打が長谷川、中村晃ってきますからね。やばいですよね。代打みたいな、はい、でしかもね福田とか明石とかがいたりとか、うん、牧原がいたりとか、はい、でまあ周東とかもね、うん、出てきたりとか川島なんこの層の厚さが、うん、あのだからソフトバンクって、はい、まあ、もちろんね FA 取ったりもしますけど、うん、そのこの前ホークスのベストナインやりましたけど、はい、全員生え抜きで選べたじゃないです か、うん、だから何気に生え抜きを自分のチームにお金投資してるんですよね、うん、でそれで強くしてるっていうのもあって、うん、そう考えるともうどの球団ももう3軍制引かないと、うん、多分ソフトバンクに太刀打ちできないと思うんですよ、うん、で今年西武がね3軍制引くっていう話もありましたけど、はい、でも今年のドラフト1人しか取ってないですよ育成。あれ作るってやるんですかね。いやこれじゃ多分できないと思うんですよ、うん、あの西武今年ね、はい、キャッチャーがいなくなって星をコーチから選手登録にして、うん、2軍の試合を回そうってしたぐらいで、はい、怪我人ちょっと出れば試合も2軍の試合もできかねるし、はい、昔なんて西武、うん、外野ピッチャー2人守ってましたからね。お、人いなくてそうなんですね、はい、え、じゃあ西武は人足りてないぐらいなんですね。いやだから怪我人が出たら回らなくなっちゃうんですよね。100人規模の選手を抱えた方が、うんうん、僕絶対チーム強くなると思うんですよ。いやただ球団にもやっぱりお金事情とかあるわけじゃないですか、はい、そんな簡単に引くって引けるもんじゃないんじゃないですか。でも FA で何億もかけて取ってくるんだったら、あ、そっか、別にいけんじゃないですか。だって育成選手っていうのは、はい、確か250万前後なんですよね、年俸が。年俸が、はい、でそれでもし、うん、じゃあ30人抱えたとしても、はい、1億円いかないですからね。7500万ですよ。あ、そっか、計算早いですね。あとはまあそれに伴うね、はいはい、3軍の監督、うん、コーチとか、うん、あとはスタッフの人とかもいるんで、うん、年間予算、まあ僕の推定だと2、3億できると思うんですよ、うん、であと用具とかはね、うん、お下がりでもいいわけですよ、はい、あのだって2軍でも1軍のお下がりのボール使いますからね、はい、あ、そうなんですか。そう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 、もう1軍なんてすぐ来てなくなったらすぐ使わなくなるんで、はい、2軍に回ってくんですか。はい、知らなかった。練習の道具ボールとかはね、でそれが3軍とか回ればいいんで、はい、用具はなんとかなると思うんですよ、うん、じゃあ FA の選手1人取ってくるのに、まあ、少なくとも、まあ、2億3億、うん、多い人だって4、5億ね、取ってきますもんね、うん、でそれで強くなると思ったら、はい、そんなめちゃくちゃ高い買い物じゃないと思うんですよ、その3軍制って、うんうんうん、だから僕はね、じゃあ仮にロッテやとしましょう、はい、僕ロッテのね3軍制、はい、もう最高のところがあるんですよ、はい、だから僕ロッテのもしくは僕が仮に社長だった場合は、はい、成田に3軍を設立します、うんうん、成田空港のある成田に、はい、うん、で成田に、はい、ナスパっていう球場があるんですよ、はい、でそこは、まあ、ちょっとこれ
言うの心苦しいんですけど、はい、あのすごいアクセスが悪いところやるんですよ。なんですか。なるほど、はい、すごい、はい、あのすごい言いにくいんですけど、はい、でも球場は最高なんですよ。へー。だからあのソフトボールの女子のソフトボールの世界大会とかも、うん、行われてたんですよ、はい、でその横にサブグラウンド的な空き地もすっごい広いのがあって、はい、でそこに室内とかサブグラウンドとかも協力してもらって建てて、うん、あとは成田後援会がマリーンズの後援会があるんで、はい、その後援会にもバックアップされながらもしくはアパート借り上げたりとか、うん、そういうのしてそこに3軍のね、うん、その人を入れてあの別にあの大部屋とかでいいんで、はい、個室与える必要ないんで、うん、大部屋とかでその成田で3軍をするっていうのが僕の案なんですよ、うん、でそれなんで成田かっていうと、はい、あのもし関東で独立リーグ社会人大学って北関東何気に多いんですよ、うん、そうなんですね、チームが、はい、だからあの独立リーグでも福島とか、はい、あと群馬とか、うん、栃木とか、はい、ありますね、あります、あるでしょ、はい、で大学とかでも北関東結構大学も多いし、はい、社会人野球も結構多いんですよね、うん、だから茨城のいた日立とかもありますし、はい、住友金属鹿島とかもあるし、はい、だからこのあの成田にあることによって成田アクセスがいいんで、はい、圏央道もつながりましたから、うん、バスでどこでも行けるんですよ。でしかもチームも多いし、はい、もし遠く行くときは成田から LCC で飛べばいいんですよ、はい、そしたら経費安く済むじゃないですか、はい、そういう風にして今のソフトバンクが年間80試合ぐらいやってるらしいんですよ、3軍でも、はい、そういうのをやっていけば、うん、僕はマリーンズとしては結構いいんじゃないのかなと思ってるんですよ。ソフトバンクってそんなに試合やってるんですか、3軍で。3軍が80試合ぐらいやってるらしいんですよ。だからアイランドリーグとか、はい、社会人とか大学とかと試合をどんどんしていくらしいんですよ。だからバスに全員乗って、はい、ずっとバスで移動していって、はい、もう本当にもうサバイバル。すごい。あ、そうなんですね、はい、まあ、だって育成から甲斐選手とか千賀投手も上がってきてるわけですよね。そうそうそう。これがまた、はい、これね、あの他のチームの育成選手の取り方と若干、まあ、一緒かどうか分かんないけど違うんじゃないかなと僕個人的に思うのは、はい、ソフトバンクの人から聞いたんですけど、うん、ソフトバンクの育成はとにかく肩が強い、とにかく足が速い、うん、とにかく遠くへ飛ばせる、うん、身体的能力に特化した人だけしか取んないらしいんですよ。あ、なるほど。技術はもうなくてもいいらしいですよ。へえ。技術は教えるからって。はい。最初からもう1111110みたいなのをソフトバンクが取ってこの1をなんとかあの5まで持っていく作業をするらしいです。もしくは5になんなくてもこの1だけで特化してできるようにっていう人しか取んないらしいんですよ。甲斐選手で言ったらまあ肩が強い、肩強い、であとキャッチャーとしての技術は後で教えるっていう、まあ確かに千賀投手だったらとにかく球速いと、あとのことは入ってから教えると。ああ、でもそれはちょっと賢いというか、あ、なるほどってなりますね。はい、そうなんです、うん、だからとんでもないやつが出てくるんですけど、はい、だから他のチームね、うん、あの某球団の育成とかなんかあとちょっと頑張ったら試合がないなみたいな選手取ってるんですけど、うん、そういう人たちだと、うん、なんか一元に特化しないんで面白みに欠けるんですよね、はい、だからソフトバンクの育成出身って、うん、化け物しか俺いないですよ、はい、すっごいの足とにかく速いとか、はい、球速いとか肩強いとか、うん、っていうのが結構出てきますよね。だから出てきた時すげーってなりますよね、はい、でも他のチームっていうか全部とは言わないですけど、はい、あるチームの育成とか出てきても、うん、まあまあ普通かなみたいな、まあまあ普通よりいいのかなみたいな感じで、うんうんうん、何かがすごいと思わないんですよ、はい、だそういったその育成の取り方もすごいですよね、ソフトバンクは。いや、これもしかして他の球団の人たちがこれ見てたら、あ、なるほどなってなるかもしれないですね。あとまあそんなの知ってるよって言われるかもわかんないですけどあの僕の見る限り、はい、その平均的な平均的ちょっと少ない5に足りないけどもうちょっと頑張れば5になるなっていう平均的な人を育成取ってるチーム結構多いような気がしますね。うーん、なるほど。そういうのってなんか、うん、あんまりいかないですよね。あ、そうです。あ、まあ、でもまあどこの球団もできれば3軍制を引いた方がもちろんこのチームの底上げには、いや、もう、もう引かないと無理ですよソフトバンクに勝つには、うん、あと長期間強いチームを作っていくためには、うん、もう3軍制もマストって言ってもいいぐらいですよ。いや、ただやっぱり来年勝ちたいってなったら FA 取りたくなっちゃうんですよね。いやいや、もう3軍が一番いいですよ。だって、はい、でソフトバンクのいろいろ取材した時に、うん、はい、強さはこの2軍の人の危機感がやばいらしいですよ、はい、2軍がで成績残せなかったら3軍に落ちるらしいですよ、はい、だから3軍に落ちたくない、そういうね、あのバスでずっと回ったりとか過酷すぎて、はい、その2軍が3軍に落ちたくないっていう思いがすごいあるらしいんですよ。で他の球団っていうのは2軍しかなかったら2軍がぬるま湯になるんですよ、うん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 、そこより落ちないんで、はい、で3軍イコールクビらしいんですよ。へ、3軍より下はクビになるんで、はい、
だからとにかくまず2軍にいなきゃいけないっていう2軍でサバイバルが起こるらしいです、はい、だからソフトバンクは1軍で主力が怪我しても3軍に行かされることあるんですよ。へえ、そうなんですか。で他のチームって2軍って要は1軍に行くための供給じゃないですか、はい、だから怪我してる人たちの調整だったりとか、うん、その準レギュラーの人たちの調整の場とか、うんうん、試合慣れの場になってしまうと、はい、若い選手たちを使えないんですよ。あ、そっか。あ、確かに2軍の試合にそういう調整の選手を出すから若い人たちが出られない、うん、出られなくなるじゃないですか、はい、こいつ次谷間で投げるから投げさせとかないとって言って、うん、30オーバーのやつばっかりが出てるとか、はい、で2軍強いって言っても何も嬉しくもなんともないんですよ。そうですね、うん、そしたら若い選手たちに試合感覚を覚えさせるために3軍でいっぱい試合経験した方が若いやつが伸びるんですよ。伸びますね。だから2軍は、うん、育てなきゃいけないんですけど、うん、調整の場になってるっていう事実もあるんですよ。確かに1軍の、いや2軍確かに調整と思ってました私も感覚的に、うん、育てるというより。そっか、だから育てなきゃいけない人たちが、うん、この調整できてる人たちの、はい、ために試合出れなくなるんですよ、うん。でそうすることによったら育てないじゃないですか、うん、はい、だからもう3軍を作って、うん、もう3軍は若いやつをどんどん試合に出させて経験積んで育っていく、はい、まあ、2軍はある程度調整しなきゃいけない、うん、でも2軍もサバイバルですよ、うん、なぜなら3軍から1軍には上がれませんよっていう、はい、スキップはないんですね。ないです、ないです、うん、2軍に1回聞こないと上がれないらしいんですよ、はい、うんうん、だからそのために2軍に1軍に行くためには2軍にいなきゃいけない、はい、押したくないだったら2軍ですごい競争になるらしいですよ、はい。そうすることによって能力も上がっていきやすいっていう相乗効果があるんですよ3軍には、うん、だからもうこれを聞いて3軍いらないって言えますかって話なんですよ。いる、絶対いるでしょ。いる、それが、はい、まあそのね、2、3億ってそんな、まあそんな安いお金じゃないし、はい、もうベラ盛り高いお金ですけど、でも球団を強くしていこうと思った時に、うん、その2、3億を FA とかの資金にするのか、うん、はい、未来に向けてどんどん育てていける循環するシステムにするのか、うん、まあ、どっちのお金が有効なのかは、うん、まあ、皆さん自身が考えてもらいたいですよね。そうですね、各球団どういう考え方をしていくかという、でももう強くなるためには、はい、DH とかじゃない、はい、3軍です、はい。